アスティパレア島は、ギリシャの島。人口1334人。エーゲ海南東部のドデカネス諸島を構成する12、島の一つである。東西1 8トル、南北1 3トル、面積97平方キロメートル。周辺の島所群と共に、カリムノス県、アスティパレア市を形成する。ジャコモフランコによる島の地図海岸はほとんど岩場で、ところどころに、砂利の、 小さな浜がある。島の中心地のアスティパレアは主要な港町でもあったが、ピレウスとドデカネス諸島の双方にアクセスが良い、中部のアイオスアンドレアスに信仰が作られた。空路では、マルテザナの空港に、アテネから、定期便が就航している。アスティパレア市街とクエディーニケのシロホラ市街、ギリシア神話には、魚の尾びれをつけた表に化けたポセイドオンに拉致される。 アスティパラヤという女性が登場する。島はメガラの植民地にされたが、その政治体制や当時の建物は多くの秘文から伺い知ることができる。ローマの皇帝は島を自由州とした。中世は東ローマ帝国から第4回十字軍後の1207年に有名なベネツヤ貴族のクエディーニケの所領となった。同家は島に城を築き、自らの名前を加えて、 東名をクエリーニスタンパリア島とした。オスマン帝国による支配は1522年から、ベネツィアに占領されたクレタ戦争中の1648年から1668年、ギリシャ独立戦争中の1821年から1828年という二度の中断期を経て、1912年まで続いた。イド戦争中の1912年4月12日、 イタリア王立海軍が上陸し、アスティパレア島はドデカネス諸島の中でイタリアに占領された最初の島となった。イタリア軍はここから5月3日から4日の夜中にロドス島に侵攻した。イタリアによる統治はドデカネス諸島がギリシャに編入される1947年まで続いた。前105年にアスティパレア島とローマの間で結ばれた条約は、碑文として 考古学者に発見された。この条約の特色は、両者の関係が完全に対等であると正式に了解されている点である。アスティパレア側は、ローマの敵を援助せず、彼らが治療が通過することも認めない。ローマ側も同じくアスティパレアの敵を援助せず、彼らが治療を通過することも認めない。アスティパレア側が攻撃を受けた場合は、ローマが応援に駆けつけ、 ローマ側が攻撃を受けた場合は、アスティパレアが応援に駆けつける、などである。その他に、証拠は残っていないが、この文書の発見は、両者の半島及び勢力が互角だったと、結論付けられる可能性がある。もちろん、当時すでに地中海全域を掌握する帝国の、都だったローマに比べ、アスティパレアの政治、軍事力が高が知れていたことを示す証拠には、ことかがない。 実態はともかくとして、ローマがこの形式を取ったということは、当時のローマがギリシア政策においてアスティパレアから支援を受けていたことを示唆している。ギリシアの他の都市には、このような条約は残っていないが、歴史からはこれをローマがアスティパレアに認めたもので、稀ではなく、基本的な形式だと見ている。ありがとうございます。